そう、まあ、その話ちょっと今日しようと思ってたんだけどね、前、まあ、さらっとしちゃったんだけど、渋谷に広告が出ていますと。これは撮影した時の話でも軽くしようかなっていうふうに思います。はい、まあ、これですね、まあ、どこかで話したんで、多分どっかで切り抜かれてるんで知ってる人も多いかと思うんですけれども、なんか剣持さんとストーリーっぽくなってるけど、別に剣持さんと撮影をしたわけではないという話をね、前させていただいたんですが、今回話したいのが撮影した時の話ですね。私が撮影した時は、イブラヒムさん、カナエさん、長尾さんがいたのかな、がいる時にこのスライディングの撮影をね、スタジオでしたんですけれども、その3人がほぼ同時入りみたいな感じで、誰から撮影するみたいな感じだったんですよね。思いついた人から撮影してくださいって言われて、まあ、私は最初から決めてたのは、まあ、レアキャラになりたいということで、速攻で走って通り過ぎるのをやりたいみたいな、その場で考えるんだそうなんですよ。大喜利形式です。はい、思いついた人からですね。まあじゃあ私じゃあ行きますねみたいに言って、したらなんか3人が見守る感じになったんだけど、私マットに向かってすごい勢いよく走ってスライディングするっていうのをやんなきゃいけなかったんですよね。でそれをやろうっていう時に、その3人が体育座りしながら並んで見てたんですけど、かなえさんがなんか急に待ってみんなみたいな、月野さんあんまり見られると恥ずかしいと思うから見ないようにしようって言われて、別にいいんだけどなって思いながら、その私がそのスライディングして走るみたいなのを、かなえさんとイブラヒムさんと長尾さんが私に背を向けて体育座りして音だけ聞いてるみたいな時間がありまして、なんか逆にこれって恥ずかしいんじゃないかみたいな感じだったんですけど、そう、ビデオ広告撮るときに月野さんに恥ずかしいだろうから後ろ向こうって言ったのはいたずら。いやだってさ、スライディングとかしたらパンツ見えるかもしれんくね、し注目されながらさ撮るのって恥ずかしくない、純粋に、うん、後ろ向こうって言うけど、そう、後ろ向こうって後ろ見たらあれよ、みんなが見てるような画面と同じ画面じゃないけど収録風景が見れるからみたいな、パンツ見えちゃったらかわいそうじゃない、ちょっと。なんかでも多分月野さんも断るに断れない状況かなと思ってさ、一緒に後ろ向いとこうよって思って、だってスカートやん、そう、なんかモニター通してみたいな、なんか収録風景をこう後ろに出してもらってて、それをこう見てた、だから直接じゃなくて体育座り始めたのはかなえくん、もう多分僕だったら見られたくないしね。